はい、こんばんは、フェナールでございます。今回は、こちらちょっと詳しい場所はお教えできませんけども、福井県の某所にあります、はい、キャンプリゾートというかな、アウトドアリゾートがあったんですけども、そちらの方が、まあ、この通り、まあ、すさんだ状態、廃墟状態になっております。で、ここは、ほんの一部の場所でございます。で、ここの場所っていうのは、以前も2年ほど前かな、こことかも全部調査して撮影はしてるんですけども、まあ、わけあって、その動画っていうのはもう封印されております。ですので、まあ、外観からでしかないですけども、この中のこの廃リゾートがどうなってるかっていうのを探索したいと思っておりますんで、よろしくお願いします。でも今日ざっくりといきますけども、まずここなんですけども、山の駅って書いてありますね。で、ここに倒れたこの、なんか、あずま屋というかなんかありますけども、ここが何かと言いますと、機関車かなが置いてあったんですね。で、ちょっと他の方の画像を載せておきますけども、まあ、ここ結構な山なんですよ。この中へ、この電車持ってくるだけでも相当大変なお金かかったそうです。まあ、バブルの時代のお話だと思うんですけどね。それでも結果的にその、経営母体が倒産して、ここもまあ、潰れちゃったわけなんですけども。で、まあ、ここに、どこ行っちゃったのね、ここに電車があったんですね。っていう感じで、ここは本当の一部でございます。ですけども、一つ断りがあります。こちらの方にバンガローがあるんですけども、こちらは別施設となりまして、こちらの方は営業しておりますので、その辺はご安心ください。看板があったんですけど、全部消えましたね。山帽子高原温泉マップと書いてあります。ようこそ山帽子高原に、まあ言っちゃってますけど、その、山帽子高原っていう、こちらの方、経営母体が確かメガネ屋さんだったはずなんですね。で、ここがメインの施設ですけども、中は入らないんでごめんなさいね。ここら辺から見える限りだけでやってみますけども、まあ見ていただくとわかるかわかりませんけども、あそこにプラネタリウムっていうか、天文台かなあれは、まあ、ありますね。で、中はちょっと荒らされてまして、窓が割れてますね。2階、3階ありまして、地下にもあります。すごく立派な施設です、ここ。この中身とかも。研修室とか会議室とかあって、で、温泉とかがありまして、で、まあ結構立派なお部屋とかがあったんですよ。という施設ですね。そして、こちらの方行くと、これ荒れてんな。右側が、これが、先ほどの施設の中身ですね。ちょっと草木に覆われてて見にくいですけども。これちょっと見にくいかもしらんけど、あそこがさっきの母屋というかメインエントランス。そして、続いて渡り廊下を渡って、2階3階とあって、ここにも、ここが風呂だったかな。なんか変なもん映ってねえやな。ここ、こうやって、すごい道だけど、舗装路の道があります。まあ、隙間悪いけど、ここにコテージがありますね。うわぁ、前はね、前回2年前ぐらい来た時は、こんな草なかったんで、中まで行ったんですけどね。バーベキューハウスかな?でもまあ、荒れてますね。ほんと。かつては賑わってはいたんでしょうけども、もう今やもう全然ね。これ、バンガロー村になるんかな?部屋の名前、予習とか書いてありますけども、これさ、気をつけないと、これ次、ここにウッドデッキがあったんですよ、本当は。予習とか、酔い待ち草とかっていうのがあって、童謡かなんかの歌の名前らしいんですよ。それが全部、このバンガローの部屋の名前に使われてるそうです。そして、ここがトイレやけど、扉、前来た時は、扉全部閉まってたけど、今回、なぜか全部開いてますね。そしてトイレ抜けまして、ここもバンガロー村。ああ、でもここの動画は、こちらの動画に関しては公開されてますが、中入ってないんで。うん。それはまた惚れで見てもらおうかな。うん、まあ、ただ不気味ですよね。というふうに、これぐるりと回って、こういったものが点在しております。よいしょ。中ちょっと暗いんで見にくいかもしれないですけど、冷蔵庫とブランケット、枕があるぐらいですね。
そして今回ですけども、防災の日になっております。それでまあ、ここなんもない、電気もないようなとこなんですけども、私の車にポータブル電源がございまして、で、ここでちょっとご飯食おうと思ったんですね。で、そのポータブル電源を持ってきたんですけども、まあ私の車っていうのはここに電子レンジやら積んであって冷蔵庫があって、で、この奥にエコフローさんのこのポータブル電源があるんですね。があるんですけども、で、まあこんなことぶっちゃけて言うのなんですけど、設定があったんですよ。ここで電子レンジを使って焼きおにぎりの冷凍食品を食べるっていう設定だったんですね。で、ポータブル電源の電源がもう 10% しかないから、もう電子レンジ使えないからどうしようって言って、ソーラーパネルを使って充電すればいいじゃないかっていう設定で来たんですね。そのポータブル電源の電池をゼロに近くするために、昨日のもう24時間前ぐらいからです。冷蔵庫をつけっぱなしして冷凍状態にして、もうバンバン減らしてやろうと思って、今日はなくなったって言って、やるつもりがバンバン使いまくってもまだ 50% も残ってるというね、ということなんで、ここから棒読みでちょっと演技をさせてもらいます、はい、さあ今日は、こちらの方で電子レンジを使ってこの焼きおにぎりを食べようかなと思ってるんだな。ああ電池の残量大丈夫かな。ああしまった、これゼロ 10% しかないから電子レンジが使えないじゃないか、これは困ったな。あ、そうだ、ソーラーパネルがあるぞ、使ってみよう。うわ、なんて偶然なんだろう、ソーラーパネルが置いてあるじゃないか、これがあれば充電ができるかもしれないぞ、やった。うわ、すごいパネルが現れた、畳んであるぞ。まあ全く電気がないわっていう状態で、どこにも充電の設備がないという状況で、こういう緊急時にどうないしようかっていう形で一応設定でやりましたけども、こうやってこれ 220W の両面のソーラーパネルですね。こちら表と裏にもパネルがあります。で、この状態でちょっとこれをポッて置いておきまして、その間にいろんな探索をしていきます。その間に電子レンジが使える電力ができるといいなと思うんだけどなっていう棒読みさんの設定でございます。はい、そしてスタート地点の施設山の駅に戻ってきましたけども、ここもここまでちょっと中は入らんけど見させてもらうと、なんかお茶かなんかの工場やったみたいですね。この向こうにも道があるんですわ、実は。で、ここもまあ荒れてんな。一応車入れるような坂道なのかなこれ。よいしょ、暑い。このようなご立派なまた山荘ですね。山桜山荘って書いてんかな。ここもあります。これも合宿設備みたいなとこなんかな。はい、見えないでしょうけど、こんなんでーす。こっちは真っ暗でわかんない。あ、でも気味悪いね。あんまし自分そんなに霊的とかそんなにを怖がらんすけど、なんか、なんだろう、霊的っていうか、なんか誰かいんじゃねっていう、なんか、すごく中がね、意外とまともなんですよ、あの中って。なんで、誰か住んでてもおかしくないわけで、だって布団とかもあるわけですからね、そんな状況のとこですから、それがそれでなんか、そっちの方で怖いですわ、本当に。では別の施設を見て回りましょう。この林道を下っていくとまた別な施設が現れますが、えらい草だらけな。ここはそのリゾート地のための道路っていうわけじゃなくて林道だと思うんですよね。林道かなんかしちゃうんですけど、一般道なんですね、公道です。で、次なるところがやってまいりました。今度がこちらですね。はい、現れました。こちらまた施設なんですけども、温泉なんですね、これもね。で、結構素晴らしい温泉だったんですけども、ちょっと名前も変えてないですけども、これが山星温泉だったかな。まあ意外と中はしっかりと残ってるって感じですね。で、こちらに宿泊棟かな、ね、があるんですけども、この他にもちょっと上がっていけないんですけど、
あーちょっと見えんかな。あそこに赤い屋根の建物あるんですね。見えないね、草で。あの建物の、上からだと日本海が望められるというね、素晴らしい眺望の場所です。はい、温泉施設を下っていきまして、こちら左側に駐車場が見えると思いますけども、ここにも道があります。もう隠し通路ですよね、もうこうなると。で、これちょっと途中まででやめときますけども、フリードさん、これこの状況ですから結構狭くなってるんだよね。この下にもコテージ村があります。実はこれちょっときついな。まあ、かの昔はここを普通にまあスイスイと行けるぐらいの道幅というか、まあ管理がされてたわけでしょうから問題はなかったんでしょうけども、今となってはちょっとこれはやばい道ですね。まあ正直これ普通に来たらわからん道ですよ。で、右曲がりますね。そうしますとね、よいしょ、このようなコテージがございます。この道に関してはまあこれ一般道でなくて、このリゾート地のまあ私道ですね、私道ですね。ですからまあこんなになってて仕方ないんですけど、で路面ももう傷んでるね。これ完全に傷つくやつやね。ああ、ちょっとこれはごめんなさいやわ。はい、ごめんなさい。いけないや。いけないんですけど、この先にコテージが5棟ぐらいあります。これ戻るの嫌やな。こちらの下の行けなかったとこですけども、非公開にしてますけども、その公開できる範囲で編集して別動画で出しますんで、それまでお待ちください。そこで真相を明かします。ただ前回こんなひどい草ではなかったです。滑るんだね。ちょっと気をつけていきますわ。めっちゃ滑る。上がってくれた、よかった。今登ってきた坂っていうのはここなんですけども、この杉の木ってめちゃくちゃ滑るんですよ、これ。で、結構下りなんですね、これね。で、泥もあるんでめちゃめちゃ滑るんですよね。こうなるとね、あのノーマルタイヤきついんだよね。そしてさっきの温泉施設のこの廃墟のこちら側ですね。いや、よう登ってこれた、よかったよかった。だから考えてるのは、このタイヤノーマルやと結構ね、きついんで、このツルツル滑っちゃうんで、まあオフロードタイヤっていうよりも、なんかベクターとか、ああいうオールシーズンタイヤで対応しようかなと思ってるんですよね。あれったら多少のぬかるみグリップしますんで。その反対側、ここの下にも施設があります。もういろいろあるんですよ。でもうキリないんで、今日はもうネタでこんなあるよっていうダイジェスト版で終わってますけども、次回か近日にですけども、その非公開になった動画を再編集した上で、まあ見れる範囲でその公開して真相をお伝えしようと思ってますので、今日はこのもう予告編として思ってください。まあ、とにかくもうすごい広いんですよ。で、もうこんな時間でもう語れるぐらいの施設ではございません。で、この左もなんか道がありますね。ここは私入ってないな。で、実際のところもっともっと広い場所でしてね。まあ、もうこの今はなくなってしまった施設ってのはあるんですね。で、そこにはちょっと行ったことないですけども。まあ今日はこれぐらいに許してくださいってことで、はい、ベースへ戻ってまいりました。それではベースに戻ってまいりました。私がうろうろと探索してる間に、こちらの方のソーラーパネルさんはせこせこと発電をつけるわけでございますけども、まあ、今回こうやって何も電気がないところであってもこうやって充電ができるということになってますので、ソーラーパワーというのは防災的にもとても役立つものだと思っております。そして今ね、こんな曇りですから全然もう火が出てないんですね。ですからまあ、発電量としては今30ワットぐらいしかないんですけども、
それでもずっと置いとけばそこそこ溜まるわけですからね。焼きおにぎりがございます。これレンジでチンできますんで、電源をこんな外でレンジ使うことなんてなかなかないんですけど、1個でいいや。500ワットが1分50秒。これのまま。はい、これで温めます。この状況下で電子レンジ使う私もすごいよね。1022ワット使ってますね。で、まあこの状態で55分使えるって形になっています。まあ言うてこれが快晴だったらこのパネル大体200ワットぐらいで充電してくれますんで、ですから十分な発電量を備えながら外でこうやってこんな大自然でレンジ使う人なんてなかなかいないと思いますけども、シュールな絵面ですけども、これで出来上がりが焼きおにぎりができるっていう寸法でございます。こちらの方の探索というか、まあ、ざっとした概要をお伝えしましたけども、まあ本当言うともっと奥の方にいろんなのありますんで、それはまあ私の過去動画非公開になったものを編集してまた再アップロードして出しますんで、それで見てみてください。結局案件をぶち込んだ形になってますけども、まあこれの今の電源に関してもアウトドアでもこういう電子レンジが使えるというのはすごいものでもありますし、で何の充電の設備がない場所でもこういうソーラーパネルがあることによって、まあ、防災にも役立ちますし、こういったものは一家に一台あっても全然いいと思うんですよね。実際こうやって停電になった時にすごく困るってと思うんですけど、これがあれば家庭の家電の多分9割以上は使えると思うんです。ということで、まあ、皆さんもこうやって備えとしてあった方がいいんじゃないかなと思いますんで、お勧めいたします。ということで、また概要欄の方にいろいろ書いてありますんで、キャンペーンとかありますんでよろしくお願いします。ということで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマでした。ありがとうございました。バイバイ。